確かにね、その時間帯に楽屋に行ったわ。出番終わりの挨拶にな。あー、中には師匠と磯田がおったけど、二人ともよう寝てたで。師匠のメモがあったさかい、起こさんように部屋を出たんや。佐々木氏が香水の匂いを感じたのは、その時の残りがやろ。おー、なるほどね。まあでも入ったんですね。プーコさんは、楽屋には入ったけど、すぐに出て行ったってことですね。け、鵜呑みにするんじゃねえぞ。わかってますよ。まあ、この人が真犯人なら、確実に本当のことなんて言わないんで。その時の状況をもうちょっと詳しく引き出してみます。あともう揺さぶるのみか。それでは弁護人、尋問を開始してください。もう本性を明らかにしてからね、この人も。確かに、その時間帯に楽屋に行ったわ。出番終わりの挨拶にな。出番終わりの挨拶。そういえば、美風さんもそんなことを言ってましたね。出番前と後に師匠に挨拶するっちゅうのは、芸人として当然の作法や。じゃあ、出番前にも、挨拶に行ったわけですね。その時の様子はどうでしたか？軽く一杯引っ掛けて、ええ気分になってはったわ。下の滑りが良くなるんや、言うてな。あなた、どっちの喋りが、ね、デフォルトなんですかね。普段の状態だとどっちが、こっちが、普段の状態かな。もうすでに飲んでたんですね。その時はまだ美風は楽屋におらんかったけど、きっとうちの出番の間に楽屋に行ったんやろな。なるほど、まあそれはいいでしょう。中には師匠と磯田がおったけど、二人ともよう寝てたで。その時の二人はどんな状態でしたか？まあ、この、その、一座の人は一座というか、ね、一門の人はみんな知ってたのかな？磯田の存在は。二人とも床に寝そべっとったで。被害者が机に突っ伏していたのが犯人の工作だと考えれば、被害者が床に寝ていてもおかしくはないか。佐々木君の証言と一致するな。けど、なぜ眠っているのが美風さんでなく、あ、やっぱそうだよね。なぜ、そう、佐々木君だと分かったんですか？付き合いが長いと顔見たらすぐに分かるもんなんや。そうなんだ、やっぱ。師匠のメモがあったさかい、お子さん用に部屋を出たんや。師匠のメモ？師匠のメモはどこにありましたか？さあね、よく覚えてへんな。あれですよね、師匠のメモって触るべからず、しばらく寝かせてくれ。それじゃあ、他に何か変わったことは？机の上に水カステラと、食べさし、まんじゅうがあったな。他は気になるものはなかったで。ほうほう、それは本当だな。他は気になるものはなかった。ほんまに決まっとるやろ。お姉さんが楽屋のものに手を加えたってことはねえのか。なんもしとらんわ、もう一回言っといたら。師匠の周りに、気になるものはないし、楽屋のものは一切触ってへん。これ、カルタ、裁判長、今の証言にちょいと追加してくれねえか。これ、もしかしてカルタ、三上さん、そんな証言、何の役に立つんですか？メイさんは黙ってな。ふむ、それは構いませんが、弁護人どうしますか？まあ、それならじゃあ、お願いします。どういうつもりなの？師匠の周りに気になるものはないし、楽屋のものは一切触ってない。一切触ってない。改めてお伺いしますけど、被害者の周囲に気になるものは何もなかったんですね。さっきも言った通り、何にもあらへんかったね。何か楽屋のものに触ったということも。
何も触ってへん、言ってるやろか。でも現場には、あ、ビフーさんは気づいていたのに、プーコさんは気づいていない。え、待って待って、これってなんだ？つまりこの時点ではまだ置かれていなかったってこと？カルタが？あ、気になるといえば、何か思い出しましたか？そば打ち道具はすでに部屋に置かれていたさか。打ち立てのやつが先に楽屋で何かしてたのは確実や。あー、新しい証言が出ましたけど、プーコさんの主張は崩せれなさそうですね。プーコは楽屋で気になるものは見ちゃいねえと言っていた。ちょいとおかしかねえか。おかしい。あれを師匠がやったってんなら、プーコも気づきそうなもんだが。そうだよね。4番目磯田を、4番目磯田を、師匠が、あのカルタ置いたって言うなら、まあ、プーコさんも気づきそうなもんですよね。そうじゃねえってなら誰がやったんだ。わかるよな。プーコさん。つまり真犯人が、多分、わかります。ゆうかみさんに頼らず、自分で答えを出すのよ。やるか。もうね、一発一発が勝負なんでね、私は。これミスったら、終わりなんで。そこのところちょっとね、考慮した上で、気になるものはなかったと言っていますが、それはおかしい。なぜなら、楽屋に、このカルタがあったから、これはこれを付けつければいいのか、それとも現場写真を付けつけ、まあやっぱこれだな。カルタ。行きましょう。もしこれがダメなら、ゲームオーバーということで。よし。プーコさん、師匠の周りには気になるものはなく、楽屋のものには触っていないと言いましたね。そうや。それがどうかしたんかい。そのなんか風船の音気が抜けるのでやめてもらっていいですか、なんか。では、ダイイングメッセージを残したのは誰なんでしょうね。何言うてんねん。カルタは打ち立てが置いたんちゃうんかい。いいえ、それは考えられません。リフーさんが多重人格であることは、旋風亭一門しか知らないはず。そういうことですよね。そういうことですよ。すするくんにはそれはできない。いや、ダイイングメッセージがすするの仕業だとすれば、磯田ではなく、ビフーの名前を残すはずじゃねえか。あのダイイングメッセージは、旋風亭一門のフーコさん。あなたにしかできないんですよ。あなたにしか残せないんですよ。そしてダイイングメッセージを残した人物、すなわち、それが真犯人なのです。あなただったんですね。ああ、言うたらこういう天から垂らされた雲の糸に群がる猛者のごとき浅ましさよ。あなたたちのぶら下がる雲の糸、今、断ち切って差し上げましょう。どうしました？いつもこれからって時に割り込むのやめてもらえませんか？そうですよ。せっかくなんかね、こっちがノリに乗ってる時にさ、なんですか、言いたいことがあるなら、言ってくんなし。お黙りなさい。遊びはここまででございます。何ですか？何ですって？証人は証言通り、楽屋に入った後すぐに楽屋を去りました。しかしそれは、被害者のメモがあったからだけではなく、そうしなくてはならない理由があったのです。さあ、証人、話してくれますよね。え、なんかあったの？楽屋を出なくてはならなかった理由？あんまり見せたくはなかったけど、こうなったらしゃあないわ。さあ、目ん玉ひむいてよう見てや。なになになに？え？手が赤く腫れている？でも、それが一体。ええか、うちはな、蕎麦、
アレルギーやねんぞ。あー、なるほど。そっか、じゃあ、蕎麦を打ってた、あの楽屋にはそんな長居はできないと。え、でも手が赤くなってるってことはさ、実際蕎麦触ったから赤くなってるんじゃないの？それは。犯行の時に手、触ったから、ってわけではなく。蕎麦アレルギーは症状が重くなりやすいことで有名です。まあそうだね。確かに、なんか、下手したら死んじゃうこともあるっていう話は聞きますけどね。事件のあった楽屋では、師匠が蕎麦打ちだ、蕎麦打ちを行っていました。蕎麦粉の舞う楽屋に入るということは、彼女にとって命に関わります。幸いすぐに外に出たから、軽い症状で済んだんや。でも、担ぎ出される師匠にすがりついただけでこのざまや。ああ、師匠の着物に蕎麦つゆが染み込んでいたんやろな。蕎麦粉を吸い込んだりした日には、発作が起こって相当危ないねんぞ。そんなじゃ長くはいれない。そんなうちが長々と楽屋に折れるわけないやろが。なるほど。これは大きいも、大きいな、これな。重要な問題ですね、これね。蕎麦アレルギーの人が、蕎麦粉が舞い散る楽屋、部屋で、それも蕎麦を凶器に人を殺すとは、考えられませんな。え、手袋しててもダメなの？それって。手袋してやったとしても、ダメなのか。やろう。こうなるの分かって黙ってやがったな。蕎麦アレルギーはすごい、それ。確かに今回のこの事件を考える上ではすごい重要な問題だな。ふふふ、人聞きの悪いことを言わないでください。あくまで証人のプライバシーに配慮していただけのこと。これ参ったな。これ以上疑われるのも嫌やし、はっきり証言させてもらうで。蕎麦アレルギーだったの？うちは蕎麦アレルギー。少しでも蕎麦に触れるとアレルギー症状が出てしまうんや。あんなに粉を撒き散らしたら発作が起こって命に関わるぜ。見てみ、師匠の亡骸にすがりついただけでこのざまや。師匠の着物に蕎麦つゆが染み込んでいたんやろな。せやから楽屋で殺人なんかできるはずないんや。だから、実際犯行にも蕎麦使ったから手が荒れてるってことでもないのかな。ちょっと触っただけでそれだから、もう本当に犯行に及んでいたとしたらもっとひどいことになってるよってことか。体がね、蕎麦アレルギーだなんて聞いてないわよ。ゆがみさん、知ってたんですか？いや、知らなかっただろう。ち、初耳だぜ。あの坊主、何がプライバシーだ。汚ねえ手を使いやがる。ゆがみさん、これからどうしましょうか。もうね、ゆがみさん頼るのもちょっとなんか申し訳ないな。やることは一つだ。あの坊主源氏に赤っ恥をかかせてやるんだよ。どうやって。同感です。そのために、証言のほころびを見つけなきゃですね。まあ、この、ふうこさんが蕎麦アレルギーだってことは確かなわけだ。それでも犯行に及ぶためには何かこう、何か必要だよな。だから手袋してたから大丈夫だったとかね。バルーン使ったとか。少しでも蕎麦に触れるとアレルギー症状が出てしまうんや。蕎麦アレルギー本当なんですか？当然やろ。あ、しかも蕎麦作ってるしね。その後に真犯人は蕎麦を作ってるはずですから、そこまで蕎麦アレルギーの人がそこまでやれるのかっていう話か。天国の父ちゃんに誓ってもいいわ。なんなら医者の診断書も見せたろか。この様子だと嘘ではなさそうね。まあ、ナユタさんが言うぐらいだから多分本当なんだろうな。このアレルギーにはこれまで何度も泣かされてきたけど、殺人容疑を晴らしてくれるとは夢にも思わんかったで。まさに怪我の巧妙ですな。ま、そういうことでんな。すごい
てこての関西弁な感じがするあんなに粉を撒き散らしたら発作が起こって命に関わるで。やっぱそういうことになるんでしょうね、蕎麦アレルギーだと。確かに楽屋には粉が飛び散った痕跡が見られます。しかしプーコさんは師匠に挨拶しに行ったのでは。でもさっきも言った通りすぐに楽屋を出たんや。でもさ、よくよく考えてみればですよ、蕎麦アレルギーっていうことはさ、師匠は蕎麦アレルギーってこと知らなかったのかな。もし仮に師匠が蕎麦アレルギー、プーコさんが師匠、師匠じゃねえ、プーコさんが蕎麦アレルギーだってことを知っていたとしたら、事前にそんな嫌がらせみたいなことはしないですよね。挨拶に来るのは分かってるのにさ、わざわざ蕎麦をねえ打つっていうのはしないでしょうから、まあ知ってたか知ってなかったかでまた変わってくるけど、そりゃそうやろ。蕎麦打ち道具が並んでるんやね。当然息をしないようにして警戒してたんや。つまり息を止めておけば犯行は可能だったってことですね。そんなもんこっちが先に窒息してしまうわ。それはごもっとも。ったく、真面目にやってんか。これは厳しいな。見て見え、師匠の亡骸にすがりついただけでこのざまや。うわー、なるほど、大変そうですね。実は犬アレルギーだったとかそんなオチはないでしょうね。あーね、ジュゲーム連れてきてくれたら頬ずりしてるわ。大丈夫ですか、犬アレルギーなのにそんなことしちゃって。大丈夫ですか、うちは正真正銘の蕎麦アレルギーなんや。そんなもんはね、診断書見ればはっきりするわけだが、弁護人、証人が蕎麦アレルギーなら明白。これ以上の議論は、無価値、無味、無臭。だそうでございますよ、弁護士さん。終わっちゃうじゃん、じゃあ。ああ、そうでございますか。私もそうじゃないかと思ってたところでございますのよ。なんなんだ、この、開き直りっぷり。ふう、なんか悔しい。無事の手にアレルギー反応が出たわ、きっと。師匠の着物にそばつゆが染み込んでいたんやろな。そばつゆが染み込んで、ちょっと気になるんですが、そばアレルギーというのはそばつゆでも起こるんですか。まあそばがね、浸ってた場所ですからね。そばが入ってたそばつゆにはそば成分が溶け出しとるんや。そんなそばつゆに触れたら十分にやばいっちゅうね。これだから素人は。まあそうだな、ちょっとその辺に関しては素人だから、すみません、何の素人。せやからうちにとってはな、蕎麦と名のつくもんは全部毒なんや。せやから、あー、楽屋で殺人なんかできるはずなんや。これ終わっちゃうな。参考までに聞きますが、事件当時実は被害者が楽屋以外の場所にいたとか。それはないな。そんな道理があるはずございません。今の発言、これまで重ねた議論への冒涜、誠に同感です。何の根拠もなしに前提条件を変えるなどできません。残念やったな。事件当時師匠は一歩たりとも外に出てへんで。師匠は確かにあの楽屋で蕎麦を打ってた。それをなんとか覆さなきゃいけないよな。やっぱりそうですよね。でもどう考えても蕎麦アレルギーだったら蕎麦打ってる人には近づけないよな、確かに。蕎麦打ちが行われていた楽屋で、証人が犯行を行うのは不可能。いざ、弔いの時間です。わかんない、確かに。ちょっと いくら考えてもわかんない。すごい分かりやすくこれ不可能じゃない。だってそばアレルギーだったらそば打ってるねえ師匠に近づけないよね、どう考えても。確かに、こんな時、なるほどさんならやるしかない。レッツドゥディス。何笑ってやがんだ。ピンチの時ほどふてぶてしく笑うっていうのを実行してる感じですかね、これね。追い詰められて頭がおかしくなっちまったか。違います。弁護士はピンチの時こそ、
ふてぶてしく笑うものなんです。反論もできずに笑うしかないと見える。本当にピンチの状態でふてぶてしく笑ってる感じだこれ。反論ならあります。発想を逆転させるのよ。蕎麦アレルギーのプーコさんが犯行を行える方法ではなく、なぜ楽屋にいたプーコさんに発作が起こらなかったのかを。蕎麦寝かすって、うどん生地と一緒にしねえでくれよ。俺は蕎麦やらぜ。蕎麦生地は寝かさねえ。引き立て、打ち立て、受け立ての三立てら。あ、うどん作ってたのかな？蕎麦じゃなくて。ならさ、蕎麦アレルギー関係ないですもんね。気失いやがった。あ、それなら納得できんな。あ、そうだ。しばらく寝かせてくれってこれ、生地のことだったんだ。そうか、いろんなところにフラグがあったんだな。ここにはこう書かれています。触るべからず、しばらく寝かせてくれ。これは、蕎麦だと寝かさないってね、すするくんも言ってましたけど、うどん生地を寝かすってことなんだよ。そう、そのメモを見たんだやつ。これを見りゃ誰だって寝てると思いやすよ。俺は師匠のことを言ってたんじゃなくて、ええか、うちはな、蕎麦アレルギーやねんぞ。蕎麦じゃなければ、逆に言えばあなたは犯行を行えるってことですよね。あ！もしあの証拠品の意味が違っていたら、あの証拠品？あ、あのメモのことですかね。プーコさんに犯行が可能だったって証明できるかもしれない。そうか、それなら可能だな。どれだけ頭をひねっても道理が覆ることはありません。いや、そんなことはないよ、成田さん。見つけましたよ。弁護側、いかがですかな？異議がないようでしたら判決を、いや、待ってください。いいえ、証拠の意味が変われば、道理がひっくり返ることもあります。やれやれといった感じかもしれませんが、今更何がひっくり返ることがありましょうか。それでは、その証拠品を提示してください。蕎麦アレルギーのプーコさんに、犯行が可能である証拠、これ、は、そうですね。これでいいんですよね。しばらく寝かせてくれっていうのは、そういう、意味だったと。まあ、それぐらいだもんな。いいですよね。ほい。師匠のメモです。これが、バカバカしい。寝かせてくれっていうのは、何も、師匠のことを言っていたんではなく、証人のアレルギーとメモ、何の関係があるのです。その答えはこのメモの本当の意味にあります。本当の意味？このメモは、師匠を寝かしてくれという意味ではなく、生地を寝かしてくれという意味だったのです。待てや、次の字。それは、おかしかねえか。ええ、そうです。おかしいんですよ。すするくんは言っていました。蕎麦生地は寝かさないと。それが何やっちゅうね。ここが勝負どころよ。